こんばんは、どんチャンネルです。3月23日、まあ雨の福岡なんだけど、今日見てきた映画の感想をいきます。タイトルは、The Sun 息子。まあ、なんていうの、このタイトルと、まあ、なんかイメージポスターだけからはね、なんか親子ものなんだなっていうのはわかるんだけどさ、2022年制作のイギリス、フランスのドラマ映画。アメリカ映画じゃなかったんですね。フランスのゼレール自身がファーザーに続いて脚本監督を兼任して映画化。まあ、もともとこれ劇だったらしいんですよね。で、ここでさ、ファーザー？アンソニー・ホプキンスのあのファーザーっていうことでも全てが繋がるわけですよ。Who exactly am I? 本当に私は誰？ってまあボケちゃう老人役をアンソニー・ホプキンスがしました。まあ、その映画は自分も大絶賛だったんだけど、ああ、そうか、それの2作、その座組は一緒で、二作目なのねっていうことでさ、ファーザーの次が、ゼッサン息子だったんだっていうことなんですよね。これ結局家族模様シリーズってことですよ。ああ、なるほどねって。で、実際この映画を見た時にも、じいちゃん役の人が出てきて、あれ？この人アンソニー・ホプキンスになんか似てるよねと思ったら本人さんだった。じゃあ、あらすじね。優秀な弁護士として働くピーターは、新しい妻、エマと生まれたばかりの赤ちゃんと共に新婚生活を始めようとしていた。そんな時、前妻であるケイトと暮らしていたはずの17歳の息子、ニコラスから、一緒に暮らしたいという申し出が、ニコラスが心に病を患い、絶望の淵にいることを知ったピーターは、その申し出を受け入れ、共に暮らし始める。でね、まあ、ピーター、お父さん役がね、ヒュー・ジャックマン。ヒュー・ジャックマンって言ったら、ねえ、ウルヴァリンですよ。まあ、僕が劇場で見た映画だと、フロントランナーっていう映画でね、主役張ってましたね。そして、ケイト。まあ、前妻。ベス。ニコラス。だから、ピーターが旦那、ケイトが元妻で、その息子がニコラス。で、ピーターお父さんが別の女好きになっちゃったもんだから、前妻であるケイトとニコラスがまあ弾かれたみたいな感じになってるんですよね。で、そのケイトを演じてるのが、ローラ・ダン。ローラ・ダンって言って、すぐピピッとくる人はね、偉いなと思うんだけど、ジュラシック・パークでグランドル博士、サム・ニールと共に行動する古植物学者、エリー・サトラー役でも有名な人ね。なんかサファリパンツかなんか入って出てたよなっていうのをね、思い出しました。で、再婚相手のベス、ベネッサ・カービーさん。で、この人もすごいんですよ。なんかこう、ちょっと野生的な肉食的な顔してますけど、それもそのはずですよ。ミッション・インポッシブル・フォール・アウトのワイト・ウィンド役だと、ワイルド・スピード・スーパーコンボのハッティ・ショー役。 もうそれは強い女に決まってますよね。で、なおかつ、昨今だと、ネットフリックスで、The Crown ってやったじゃないですか。英国の王室のお話。で、マーガレット女王を演じてたんですね。マーガレット女王というのは、エリザベス女王の妹さん。で、前妻のケイトとの間にできた息子がニコラス。で、このピーターの、まあ、お父さんのお父さんがアンソニー・ホプキンスっていうことでね。だから、ね、地味な映画と思って僕見に行ったんだけど、配役陣がこれ最強ですよ。だって、お客さんもめちゃくちゃ呼べる、
作品内で主役張ってるような人たちがそれぞれ陣取ってるんだから、この映画そのものがちゃんとしてない映画のはずないんですよ。ちゃんとしてない映画だったらこんな配役ができこないから。でね、まあ自分精神分析とか精神発達論とか学んだからさ、心の病どうのこうのとか言われたらまあすぐねピピピッと来るんですよ。で、まあ劇中での話なんだけど、お父さんがね息子に対してなんかこう問い詰めるように、お前がなんとかなんとかだなんとかなんとかだって言う、そういうシーンって結構あるじゃないですか。でその言ってる本人も気がつくんですよ、後から。ああ俺は息子にああいうこと言っちゃったけど、あのセリフは俺の親父から言われていたセリフと全く一緒じゃないか、自分は親になったら子供にああいうことを言わない親になろうって誓ったのに、気がついてみたら俺自身が俺の親父と同じセリフを自分の息子に喋ってるわっていうシチュエーション、まあそれがまあ無意識のなせる技っていうのがね、まあ精神分析的な話なんだけど、あとね子育てに関してはね、まあ子供がね独り立ちするまで、まあ夫婦仲がもし壊れていたとしても離婚しちゃいけない、離婚するんだったら子供が自立するタイミングっていう話があって、やっぱり子育てにおいてはね、まあお母さん最強なんですよ。お母さんとの強がりマックス。でも父は父の役目があって、子供が育っていく上ではね、やっぱりどうしてもお父さんお母さんの援助が必要なんですね。にもかかわらずお父さんは別の女を好きになっちゃって、子供まで儲けて前妻と、まあ、自分の息子をね追い出してるような形になってるんで、まあピーターさんはこの映画の中じゃエリート弁護士で、まあなんだろう、上院議員が選挙、ある人が上院議員の選挙に出るってなったら、あの参謀スタッフに入ってくれないかってね、スカウトが来る、スカウトされるような立場なんだけど、家族関係がうまくいっていませんねっていうことなんですよね。日本でもありますよね。なんか、官僚、まあ、事務次官まで上り詰めた人がさ、自分の息子を刺し殺すなんていう事件がありましたよね。で、あと、まあ、これネタバレなんだけど、もう、これから先は、ネタバレを気にする人は見てほしくないんだけど、結局最終的にはね、このニコラスがね死んじゃうんですよ。でそれもなんか元気そうで機嫌良さそうに、まあお父さんお母さんに声かけて、まあ精神病院にいる間、あのちゃんとシャワー浴びれなかったからシャワー行ってくるとか言って、まあ機嫌よく行ってるんですよ。行って、まあお父さんとお母さんが、まあ、会話を交わしていたら、バーンって音がして、風呂場でね、自殺しちゃったっていう話なんだけど、それもね、心のケアとか、その辺の関係、その辺の知識を持ってる人だったらわかるんだけど、鬱になってる人ってね、もし自殺念慮、まあ、死にたいなっていう気持ちがあっても、本当にこう、気分がね、落ち込んでる時っていうのは、自殺する気力もないんですよ。むしろ、ああ今日なんかこう元気そうだなって、気分いいのかなって思える日の方が自殺することが多いんですって。だから本当重度のうつ病とかで自殺念慮のある人はね、わかんないんですよね。周りがポヤンとして見ていてもわからない。機嫌良さそうにね、普通通りしていたのになんで死んじゃったのって思えることがよくあるんですって。まあ、なんていうの、こういう、まあ僕は日本人でね、
まあ、外国の人のお話っていうふうに見れるんだけど、まあ、親と子供の関係性とかね、その辺はもう全く関係ないんだなと、心のありようっていうのは共通なんだなって思いますね。ただ、あの、宗教的な絡みがある場合があるんやけどね。あとね、思ったかいな。あ、あとね、この映画の中で、その、ニコラス君は結構あの、セラピーを受けたりしてるんですよ。で、セラピストも、まあ、通り一辺倒のことをね、聞いてるシーンがあるんやけど、やっぱりね、欧米のお金持ちってわりかし映画の中でさ、なんか精神分析、あの、セラピー行ってくるみたいなくだりってよく出てくるんやけど、富裕層のステータスみたいになってるんですってね。なんか、ちょっと今日髪をセットしてくるわみたいな感じで、今日ちょっとセラピー行ってくるわ、何々先生の予定取れるかしらみたいな感じらしいですね。日本じゃね、なんかそういう、なんかセラピストのところに行って、どうのこうのとかいうのはね、なんかまだ定着しないけど、まあせいぜい、心療内科に通うぐらい。まあ自分も、かくいう自分もなんか、精神的に追い詰められてる時は、自律神経失調症とか診断されましたもんね。で、結局、まああの、実家との関係がね、まずかったんだっていうことが分かって、まあ、転職して、福岡を離れて、実家との距離ができたら、もうすごい体調が良くなって、その病気が二度と再発することはなかったんで、あ、結果的に転地療法をしたことになってね、あ、自分のね、原因不明の病気の源が何だったのかっていうのがよく分かってね、それから僕、自分の人生が変わったんですよね。あの実家とは、距離を置かないと俺人生めちゃくちゃになるわって自分で悟って、実家と距離取って、それから精神分析とか心理学とか、まあその辺のことを勉強し始めたんですよね。まあ大学の教養課程で心理学とかいうのは習ったけど、まあ本格的に勉強してなかったし、ずっと理系の人間だったんで、まさか40過ぎたからね、自分が心理学の勉強を始めることになろうとは思わなかったもんね。ほんで、まあいろいろこう、人間の心の構造とかさ、精神発達がこういう風な手順を踏むとかいうのが分かって、まあ映画を見るときもね、まあ特にこんな風な映画を見るときはすごい自分が持ってる知識とこう照らし合わせながら見れるんで、結構面白いですよ。ああ、やっぱ自殺するっていうのはそういうタイミングなのね、みたいなね。いや、あのね、アンソニー・ホプキンスですよ。また頑固なね、ジジイ役で出てるんだけど、Who exactly am I のアンソニー・ホプキンスさんね。いや、だからこの映画なんかね、大プロモーションしてるわけでもない。まあ、福岡で言うと、木のシネマ天神さんのスクリーンでかかってる映画なんだけど、わ、こんな豪華な俳優陣が揃っていて、ちゃんとしたね、劇作家の人が作ってる脚本のもとに作られてる。まあ、それはお金かかってないよ。それはある意味ホームドラマだからさ。でも、これはね、ちょっと、ネットフリックスで作られてるのとはちょっとまた意味合いが違うんで、すごい評価の高い、ファーザーの次の、The Son。まあ、次、3部作らしくて、あともう1作多分出てくるんだろうけど、その流れの、作品なんでね、これはちょっと劇場でぜひ見といた方がいいかなと思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。